丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側をお話してくださるのはこちら、チャイさんです。よろしくお願いします。渋谷宇田川警備隊2代目のチャイです。よろしくお願いします。はい、宇田川警備隊、まあ、あの物の資料というか、あの一般的な知識としては1980年代後半、はい、渋谷区宇田川周辺に、いた不良少年たちを中心に結成されたグループチーマー、はい、まあ、それの、まあ、最大派閥というか、はい、一番有名なところとされているというふうにネット等では出ていますが、はい、そちらの2代目の総長リーダーだったチャイさんでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、早速なんですけど、はい、宇田川警備隊って何なんですか？一応渋谷の、まあ、あのチーマーとも呼ばれてるんですけど、まあ、僕らその前にも、いろんなチームがいたんですけど、うん、僕らができたのは、まあ、その80年代後半なんですけど、うん、そこのチーム結成する前に他のチームの仲間とかと仲良くなってて、うん、じゃあうちらも作るかっていうことで、まあ、ちょっとなんか、面白い名前のね、あのチームもいたんでね、じゃあ面白い名前つけようかっていうことで宇田川警備隊ってつけたんですけど、暴走族とチーマー、はい、チームの違いっていうのは何なんですか？はい、違いと 僕のチームでは、まあ、先輩後輩はまあ、あるんですけど、盾みたいな、こう、なんていうんですか、暴走族みたいな、こう、ね、先輩にはこう、盾社会的な、うん、そういうのじゃないような楽しい、ね、グループっていうか楽しいことしたいなっていうことで作ったんですけど、はい、バイクは乗ったんですか？バイクは僕高校生の時に乗ってたんですけど、うん、ハーレーとかはまだ乗ってないんですけど、うん、じゃあそういう意味でも暴走族とは違う？ちょっと違いますね。はい、イメージ、当時のイメージからすると、はい、なんかそのチーマーの人って なんだファッションが、はい、なんかいわゆる渋谷の、はい、若者ファッションの象徴みたいなアイコンみたいな感じだったんですけど、はいはい、それは意識してたんですか当時？まあ意識はしてましたね。まあ渋カジっていう名前がつくぐらいだったんで、うん、まあアメカジからこうね、派生っていうかしたような感じなんですけど、うん、まあ、当時はだからミッキーティーとか、まあ、ヴィンテージ系のとか。はい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 。わからない若い方は、お父さんお母さんに当時のキムタクどんなファッションしてた？正解して聞いていただくといいかもしれないです。キムタクもだけど、僕らの真似ですからね、彼もね。まあ、当時そうですよね、はい。そう言っちゃっていいのかな。なんかでもそういう感じでしたね。だからドラマとか出るときに、その実際のチーマーの格好をキムタクがしていき、はい、まあ、彼のプライベートのファッションはわからないですけど、はい、まあ、実際そういうアイコンになってましたもんね。そうです。はいはいはい。芸能界でもその、まあ、ご本人がね、チーマーかどうかっていうのはまた別の話なんですけど。ご本人も2回ぐらい、まあ、僕の友達が仲良くて、うん、キムタクが尊敬してる先輩っていうのが僕の友達なんですよ。あ、そうなんですね。なんか当時、じゃあ何度かお会いしたりとかしたこと？そうですね、元男組 の岡本健一君っていらっしゃるんですけど、はいはいはい、が、拓也との先輩で、あ、で、健一君と僕は仲良くしてて、なんかでもその辺って当時のカルチャー、はい、ちょっと振り返りたいんですけど、雑誌で結構その有名人、芸能人と、はい、その街のチーマーの人たちがなんか同じ紙面に乗るというか、そういうカルチャーがあったような気がする。ああ、なんかありました、そういうのは。なんかいろいろね、だから有名人とチーマーが結構ボーダレスだったというか、なんかそう芸能人とチーマーとかそういう街のカルチャーとかが、まあ一つのこうなんていうか交流する場としての雑誌とか芸能界というかそういう舞台があったような感じだったんですけど、実際こう結構注目されてましたよね、宇田川警備隊含めて。あ、そうですね。これ言っていいのか分かんないけど、言っちゃってもいいですか、まあ、元ズーのヒロさんって今だから、はい、が僕に声かけてきて、で、僕が六本木で喧嘩してるのを見たらしくて、いや六本木で見かけたんですけど怖いんですけどっていうこと言われたんで、いや全然怖くないですよって言って仲良くなって、でそこから一時期一緒に遊んでて、であとやっぱ渋谷にいるといろんな芸能人とかの方が
来るんで、そこで仲良くなったりとかしてました。他にどんな芸能人の方、当時だったら藤井フミヤさんとかチェッカーズの、はい、はよく一緒に芝原のゴールドっていうクラブとかすごいとこあったんですけど、そこに連れてってくれて、VIP で入れてくれて、 あと誰にかな、まあキムタクもまあそうなんですけど、ちょっとあんま出てこ、ちょっと興奮しちゃって出てこなくなっちゃった。ちなみに女性の、当時で言うと、その、なんていうんですか、芸能人の人たちとも交流ありました？そんなに売れてるのかどうかは分かんないですけど、結構いました。渋谷のチームの周りに、どこどこのチームのところに、誰々ちゃん来てたよとか。あの頃だと誰ですかね？なんとか田中律子さん。はい、僕はお綺麗ですね。そうなんですよ、はい、よそのチームのあれと付き合ってたりしてます、ね、いいのかな、それ。いや、それもう、まあ過去の話ですから、ね、過去の話です、はい、はい、でもまあそんな感じ、華やかな、はい、面もありながら、はい、当然チーマーとしての怖い面もあると思うんですよ、はい、今チャイさんおっしゃったように結構喧嘩はされてたんですか？喧嘩されてましたね、僕は。はい、なんだろう、その具体的なね、暴力描写になるといろいろ問題があるんで、聞き方を変えておきたいんですけど、はい、誰と喧嘩するんですか？いや、一般のサラリーマンの人とか、うん、やっぱ酔っ払って絡んでくるんですよね。あ、で最初は我慢するんですけど、もう何回もしつこい場合はもうしょうがないから、パコーンって言っちゃって笑っちゃうみたいな。僕のですよ、はい、僕の僕はね、仙台から上京している田舎者だったので、はい、今も田舎者ですけど、いやいや、なんだろう、当時の東北地方から見た渋谷の悪の象徴の方がチーマーだったんですけど、はいはいはい、チーマーの人たちが道行く一般人を飼ってると思ってたんですよ。それはあれですね、僕、うちのチームはあんまりそういうのはなかったと思うんですけど、よそでは、はい、まあちらほら、それはイメージですよ、イメージでしょ、本当にそう思ってたのは、電波少年とか、あれテレビ番組で松村さんとかがやられてるのを見て、はい、渋谷で怖いと思って、はい、行ったら、だから俺もだから、はい、上京するとき靴下の中にお金入れなきゃいけないんだけど、マジで思ってたんで、大学渋谷だったんですよ。だから、なおのことをちょっとこう、あ、ちょっと渋谷怖っつって、センター街じゃなくて、中央街とか、あっちの方にいましたから、だから、どうだったんですか？他のチームとかでは、本当マジ一般人狩るみたいなのはあったんですか？あったと思います、それはね。で、松丸さんの話出て、出たからあれなんですけど、僕もあれ、いたんですよ、一番最初。勝ってたんですか？勝ってはいないです。松村さんのなんか撮影をやるっていうので、僕ほらまだ松村さんも出たばっかだから、はい、あんまよく分かんなかったんですけど、ちょうど僕いたんで、見てたんですよ。企画自体をもうちょっと思い出すと、どういう企画でしたっけ？松村さんが渋谷行って、なんか絡まれて、なくそうな絡まれて、当時の企画詳しくね、はい、ちょっと知らない人も多いでしょうから言いますと、まあ当時渋谷の治安が若干こうね、チーマーによって悪くなっているみたいな空気というか、はい、そういう世相というかね、そういう社会問題まで言わないですけど、はい、イメージで言うと、まあ知ってる人は、知らない人はお父さんお母さん聞いてください。エアマックス狩りみたいなのがあった時代なんですね。そういう時代の靴をね、なんか恐喝狩り盗まれるみたいな、ね、はい、あったんですけども、松村邦洋さん、芸人さんですね、ご存知まっちゃんですが、電波少年という、まあ、これまた伝説の番組ですけど、テレビ番組で渋谷のチーマーを構成させたいという企画で、当時そのチーマーとかの巣窟だった渋谷にロケ車から降ろされて、松村さんが若者たちに注意するっていう企画で、逆にチーマーの逆鱗に触れて集団暴行されて身ぐるみ剥がされるっていうようなオチをそのまま放送したということで、伝説のコンテンツになったんですが、はい、はい、そこであれですか、最初にいたっていうのは、僕、その松村さんがセンター街のファーストキッチンかなんかで、はいはい、その、まあ、チーマーになんかわちゃわちゃやられてるみたいな感じで、僕もいたんですけど、もうやらせっていうのがもう分かってたんで、ちょっと出るのも恥ずかしいから僕はちょっとはけたんですけど、そしたらその後なんか身ぐるみ剥がされたっていう風になってて、ちょっともうびっくりしたんですけど、あの時のぐらい身ぐるみ剥がすぐらいの暴行っていうのは普通はやらないんですか？やらなかった、やって、いや、
あったと思います。やっぱり渋谷のチームは怖い。すいませんです。すいませんです。やっぱね、自分らもこう生きてる、もうほら、若いから、はい、悪い方がかっこいいんだっていう頭もなんかあって。はい、それで言うとですよ、はい、もう少し宇田川警備隊含めたチーマーことについて、はい、詳しく聞きたいんですが、はい、チーマーにそのチームに入っている、まあ、年齢層、はい、どれぐらいの子たちが入ってたんですか当時。まあ高校、まあ、中学生の子も途中からいたんですけど、うん、まあ、高校生から、まあ、僕らがマックスだからその時に作ったのは18の終わりぐらいだったんですけど、うん、で僕らがこう、まあ、トップだったんで、うん、そこから下で、下が中学生ぐらいです。そうすると、まあ、自分たちより年上はいないぐらいの感じ。うちのチームにはいなかったですね。はい。年齢制限は特に、年、上以外は特になかった。全くなかったですね。その後、卒業というか、辞めていくにあたっての年齢制限ってのはできたんですか？それもね、なかったんですけど、もうそろそろ、まあ、次のがこう出てきたから、うん、じゃあそろそろこう交代しようかな。もう僕もやっぱほら20代過ぎてやってたんで、うん、いやちょっと恥ずかしいなっていうのも、まあ、出てきたんでね、うん、何歳ぐらいでチャイさんは。僕は22とかそのぐらいまで。じゃあ始めてから在籍してたの4年ぐらいってことですか。結構長かった、ね、まあ、一番多分長かったと思います、うん、だから1年ずつ変わっていくとかそういうんじゃなくて、はい、代替わりするとって感じなんですね。そうですね、年数決めるじゃなくて上が譲るか何かしらかで、はい、そうです。その時で言うとメンバーのそのなんか資格みたいなのっていうのは何か入り方っていうんですか。全くございません。あれですね、まあ後輩がいるじゃないですか、はい、で、チャイさん、僕の友達も入りたいって言うんですけどいいですか、いいよ連れてこいよって、うん、それがどんどん増えていったりして、今でいうとこの東横界隈みたいな感じですかね。なんかまあ厳密には違うのかもしれないですけど、場所、活動場所っていうか、はい、事務所があったわけじゃなくて町全体というか町の何か所かの拠点みたいなところにチャイさんいたりとか、でそこに来てって感じなんですか。そんな感じですね、はい、もう大体場所は決まってたんですよ。どこですか。センター街の、うん、ファミマ、ファミマじゃないや、ファーストキッチンとロッテリアあたりなんですけど、大体ロッテリアにいましたね。ああ、はい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 。辺ですね。そうです。はいはい、わかりました。じゃあ入会資格特にないってことは、女の人でも入れたんですか。これあんま知ってる人いないんですけど、宇田川警備隊の女版もあったんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。これ多分あまり、今思い出しましたけど、はい。はい、どういうチーム名だったんですか。その時、宇田川警備隊レディースだから、名前はちょっとあれなんですけど、はい、まあ、僕の一緒に、立ち上げたらカメちゃんっていう初代がいるんですけど、うん、がまあ、とある女の子をにレディースをやらせたいっていうことで、うん、別にいいんじゃないのみたいな感じで、まあ、軽い気持ちですか。うん、はい、でもまあじゃあ女性版も普通にあった。じゃあ同じチームっていうよりは別チームでレディースがあったって感じ。そういう感じですね。でも何かあった時はこっち、まあ、ケツ持ちじゃないんですけど、うん、なかったら助けるっていうかね、どうにかするからみたいな感じで、はい、当時そもそもなんて立ち上げたメンバーがその初代のリーダーの方ですよね。はい、このものの資料とかによると、はい、なんですか、あそこ、宇田川町とか、はい、辺出身の若者で結成されたみたいになってるんですけど、全く違いますね。違う。全く違いますね。渋谷とはもう全く関係ないんですよ、僕も。ああ、そうなんですか。全く関係ないんですけど、はい。なぜか、はい、じゃあ俺だから、はい、まあだから県外というか東北の方から見てると、はい、なんで渋谷区にはあんなやばい若者たちがばっかり生まれ育つんだろうってずっと思ってたんですけど、関係なかった。全く関係ございません。あ、そうなんですね。渋谷に集まってきただけ。そんな感じですね。ちなみにですけど、メンバーの中で一番遠いやつ、知ってる限り一番遠いやつどっから来てます。茨城かな。県外だったんです。県外どこも騒ぎじゃないですか。東京都内どころか県外だったんですね。わかんないじゃないですか。わかんないですよ。僕だってあれですよ。これもあんま公開してないですけど、まあ言っちゃいますけど、けなが県の毛羽先市です。そうなんだ。それわかんないですよね。わかんないですよね。でもまあ来ちゃったら来ちゃったら一緒ですよね。関係ないですから。はい、
あの当時の、はい、なんだろう、最大人数っていうんですか、はい、チャイさんが在籍してた頃はマックス何人ぐらいになったんですか。数えてないからあれなんですけど、まあ、5、60人ぐらいはもう全然いるんですけど、うん、まあ、途中から、まあ、3代目の直樹っていうのが、頭になったんですけど、うん、は葛飾のやつなんですけどね、うん、そしたら直樹は元暴走族もやってたんで、うんうん、もうその暴走族の仲間たちとかもいろいろ呼んでくれて、うーん、そしたらまたドーンって増えて、うんうんうん、そうすると縄張りとしてあのロッテリアとファーストキッチの前あたりじゃないですか。あ、そうです。同時期に他のチームも縄張り取ってたんですか、ここからこことか。あの僕らの時なんですけど、うん、まあ、バブルスっていうのとか変態クラブっていうのがいろいろあったんですけど、チーム同士すげえ仲良かったんですよ。みんな仲良かった。もう場所はいろんなところにいるんですけど、あ、チャイさんこんにちは、こんにちはとか、もうよそのチーム人とかもめちゃくちゃ仲良かったんですよ、うん、その前までとかはちょっと構想があったみたいなんですけど、僕らの時ぐらいはチーム内ではめちゃくちゃ仲良かったです。あ、そうなんですか、ね、はい、じゃあそれぞれ拠点も場所が決まってるぐらい。そんな感じですね。で、まあちょっと何十人何百人規模で集まるわけじゃないですか、はい、何してたんですか。もう喋りですかね。まあ、あれですね、まあ、おしゃべりもあれだけど、はい、まあ、みんなでわちゃ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 やったり、こう他のチームのとこにの、ね、仲間とか遊び行ったりして、大体12時ぐらいになると、まあ、特に僕なんかはクラブにちょっとナンパしに行くんで、じゃあ失礼しますみたいな。夜遊びと仲間との交流みたいな感じ。それもあると思います。なんかでもサークル的なノリなんですよね、基本。やっぱ、まあ、うちのチームはほら、先ほど言いましたけど、ね、年上とかあるけどわちゃわちゃやるような感じのチームにしたかったから、やっぱ何かあった時はやっぱほら後輩なんで助けたりするんですけど、うん、やっぱそれ縦社会じゃないような感じのが嬉しかったので結構増えていったんじゃないかなと思って、うん、そうすると、まあ事務所とかがあったわけじゃないっていう話じゃないですか、はい、でもみんな集まってやるじゃないですか、はい、すっごいどうでもいいことかもしれないですけど、雨降った時どうしたんですか。雨降った時は散りますね、大体みんな。あ、だけど傘さしているファーストキッチンとかあの辺の前にいるのもいますし、うん、ちょうどこういうのあるじゃないですか、はいはいはい、あそこに隠れてたりとか。なんかたまり場にしてるお店とかもあったんですか。たまり場にしてるお店とは特にないんですけど。じゃあ雨降ったら散ったりとか、なんか外が寒かったら出ないとか、その辺自由な感じ。それからあと店の中入ってなかったり。冬場は活動するなんか時間帯が違うとか、なんか中に引っ込むとか、そういう感じ。全くないですね、それは。あんま関係ない。全くないですね。一年中出てる。もう若いんだからあれですよ。だって僕なんか寒くてもあれですよ。ライダース着て、なんか裸ですよ、格好つけて。あー、無理してたんです。無理してますよ。だってここに他の荷物ついてるんですよ。おじいちゃんですからね。低温やけどして、それからやめましたけど、もう痒くしてしょうがなくても。いやだから時々寒くねえのかなと思って見てましたよ、はい、確かにファッション的にブルブルですよ、もう本当我慢してたんだ。我慢してましたよ。寒いより格好つける方がやっぱ若いですからね、はい、そりゃそうですよね、はい、当時の、はい、まあまあ役職ってリーダー以外あったんですか。あと服とかもいたんですけど、うん、まあそれはまあ役職っていうのもまあ別にね、特にうちらのチームがみんなでそれで遊んでて、なんかやられたらこう、まあ、喧嘩とかしてましたけど。でもそれで言うとですよ、もうそこまでいくと人数増えてきて、リーダーと副リーダーぐらいしかいなくて、はい、監督しきれるんですか。監督、まあ、結構、できないところはできないところもあるんで、それは他のところでなんかこう喧嘩したのはどうのこうのって言ったら、じゃあ僕らが行ってとか。どの辺まで面倒見るんですか。末端というか、もう本当に後輩の後輩の後輩ぐらいの全然知らないやつが問題を起こした時って、全く知らないやつはあれですよ。だけど挨拶してくることが大体僕も頭の中入ってるんで、挨拶して来てちゃんと入れたやつが何か揉めたら、それは出てくる。それは出てきますね。そうなってくるとですよ、で渋谷当時盛り上がってる、はい、いわゆるケツ持ちにヤクザとかそういう話になってこなかったんですか。はい、ケツ持ちはありますよ、それは。だけどうちのチームはケツ持ちは一切やってない、やってもらってないんですけど、うん、まあ某、これ言っていいのか分かんないんだ、あれなんですけど、まあ、渋谷のところの〇〇会ってところの方とかが、
と僕結構仲良くて、ちょろ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 してたんで、うん、で、あ、こんにちはっとか言ってたら、お茶屋、なかったらお前言いに来いよ、なんて。別にケツ持ちじゃなくてもいいから、お前のとこならいいからとか言ってくれたんで。はい、じゃあ、渋谷界隈の人とは結構良好な関係だったんですか？まあ、あんまり、まあ、揉めてるところとかも、まあ、ほら、多少ありましたけど、まあ、結構仲良くみんなやってたんでね。チーマの人たちって、はい、私生活が全く見えてなかったんですけど、普通に学校行ってる人とか、働いてる人とかも普通にいたんですか？いましたね。まあ、僕の友達の、僕の、まあ、初代のね、亀ちゃんっていう仲間とかは、うん、仕事帰りに僕の実家に寄って僕を拾って、仕事の、まあ、小屋の方まで帰ってから一緒に渋谷に出るとか、そういうのやってたんですね。やってたんで。でも真面目じゃないですか。真面目です。真面目にタムロする活動してたんですか。何してるんですか。ちゃんとだけどそれでしないとやっぱ食い縁の方があれじゃない。チーマーとしての稼ぎってあったんですか。チーマーするのはそういうの僕は言わなかったです。次の あれからはいわゆるパーケンとかそういうのを、はい、じゃあチーマーとして稼いではなかったんですか。僕は全く稼いでないです。じゃあまたあれなんですね。初期チーマーとその、まあ、その後の時代とでは、うん、また毛色が違ってる。全然違いますね。ちなみにその当時、まあ、ね、数十人か数百人いたというメンバーの中で、はい、なんだろう、それぞれの業界にいます皆さんね、頑張ってるでしょうけども、はい、なんか有名な方とかいたんですか。うちのチームには有名な方はいないんですけど、知らない間になんかデザイナーになってたとか、某109ブランドのとかそういうのはなんかちらほら聞いてます。カルチャーと真ん中にいたからそういう感覚は養われるのかもしれないですね。でもファッション系とか、まあ、チャイさんもすごいおしゃれですけども、まあね、ご自身も、ちょっとモデルとして、当時のこうファッションアイコンとしてもね、活用されていたりとか、して、そういう流れにあった人たちだったんで、はい、当然といえば当然なんですけど、モテたでしょ。まあ、まあ、モテなくはないですよ。モテなくはないですよ。どうなんですか、その、来る感じなんですか、その。だって、まあ、土曜日とか集まってんじゃないですか、はい、週末。女の子いっぱいいますからね。もう、あれですよ、もう。食べ放題ですよ、無料の。言い方ですよ。このご時世ですよ、この子ですよ。食べ放題って。びっくりしますよ。どうだったんですか、その当時の、女の子たちって。その地元の子っていうよりは今度なんかそのチーマーの人たちに会いにまた集まってくる感じなの。多分そういう子たちも多かったと思います。とはいえ何ですか、そのよくあるこういう集団、はい、グループの場合だとまあ恋愛禁止だったりとか、はい、ナンパ禁止だったりとか、はい、なんかそういう女性に関するルールを決めたりするところもあるじゃないですか。宇田系の場合はどうだったんですか。全くないですね。僕がこれなんで。はいはい、はい、もうまあリーダーがそうですよ、はい、リーダーがもうナンパ師っていうよりもあれだったんでね。もう裏の顔っていうかね。でもそうすると、はい、変な話ですけど被っちゃったりするんじゃないですか。被りますよそれ。メンバーたち被りますよそれは。大丈夫ですか。僕が先輩側だったらいいですよね。なんか逆だったらあーってなっちゃいますけど。はいはいはい。まあでも大体先輩側じゃない。先輩側ですね。はい、じゃあ当時は結構そのブイブイ言わせてた。いや、そうですね。まあ言い方あれすればまあブイブイは。実はその辺のブイブイ言わせてることに関しては次回ねちょっとまたお話聞きたいんですけど、なんでも、はい、ちょっとこう加藤隆さんに並ぶほどの武勇伝をお持ちだということなんで、そちらもね聞いてみたいと思います。あ、すごいですね。指も本当は、はい、そういうことができるタイプの方でございます。まあ、とりあえず宇田川警備隊の、まあ、時代とその時のカルチャーについて今回お聞きしました。次回チャイさんのね個人の活動とかそういうところにも迫ってみたいと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。丸山販売所がですね、すずりにオープンしました。すずりの方でこちら100万人突破記念デザインの様々なグッズを現在販売しております。ロンティーもあるし、パーカー、黒、これがですね、こんな、後ろにね、載ってます。とか、この、キャップもそうだし、こんなエゴバッグなんかもあります。とにかくね、様々な種類が
現在販売されておりますので、ぜひアクセスしてみてください。鈴木丸山ゴンザレスで出ます。